さあ第1ラウンドが始まりました。畠山は第1ラウンドでぶっ倒すと言っておりましたが、さあ果たしてその第1ラウンド足を使います。まずボディから入りました畠山。心配な材料が一つだけあります。前々回のタイトル防衛戦で右の拳を痛めました。非常に痛かったそうです。そして前回のタイトルマッチではその右の拳に麻酔を打って試合を行いました。今回はだいぶ良くなったということでその麻酔は打っておりません畠山。しかしその再発の危機とは隣り合わせにいます。白井さん、滑り出し畠山よく足を使いますね。よく足使ってますね。それで相手のところへねマークをパッと入れてますけどね、なんかちょっと相手の選手の打ち切りが悪いっていうかね、はい、もうガードをチェーンとしてですね、肉薄していきますね。アッパーが入りました畠山、左のショートアッパー。しかしこの韓国の挑戦者は打ってきませんよ。ちょっとね、それだけにちょっとね不気味ですね。具志堅さん、これ挑戦者はどういう狙いでしょうか。まあ、接近してフックでしょうね、左フック。左フック、はい、それにしてもちょっとスピードがないですね。わざとやってるのかね。もうこれは挑戦者のユン・ドンチル、見せかけのスピードのなさなんでしょうか、あるいは本当にスピードがないんでしょうか。韓国のチャンピオンですからスピードがないはずはないと思いますが、ないですね。まあ、しかもね、あの世界のランキングに乗ってるんですからね、いやいや、チャンピオンも畠山君もウエイトがきつい、減量厳しいって言ったけど、はい、ユンの方も厳しかったのかね。昨日の計量では300グラムオーバーで現れて、サウナに10分間入ってこの計量をパスしたということなんですが、チャンピオンがですか。挑戦者ですね。その人も立ち上がりいいですね。あしゃり、今日はなかなか柔らかいチャンピオンの畠山、なかなかあの警戒ですね、あのチャンピオンね。畠山非常にいい状態に見えます。左フック、おいいフックしましたね。今度アッパー、しかしもう相手が完全ガードのような格好ですから、ちょっと打つところがないなという感じもありますが、アッパーから入って左フック、畠山、畠山今日は足を使いながらよく手を出します。よく迎え撃ちをしてね、アッパーってますね。これ挑戦者これ12勝して 7KO なんですよ。はい、パンチもあるんでしょうね。なんか立ち上がりがちょっとスローですね。ちょっと疑問の残る第1ラウンドの挑戦者の動きでありました。京浜川崎ジムに所属しておりましたが、去年の暮れにこのジムの会長に不祥事がありましてジムを移籍いたしました。横浜光ジムで新しいスタートを切ったこの畠山、東洋太平洋は3度目のタイトル防衛戦になります。現在 WBC の第9位にランクされています。戦績は18戦全勝で 15KO という素晴らしい数字が残っています。ユーアリュートレーナーからアドバイスを受けている畠山、韓国のナンバーワンだよ。今日は油断しちゃダメだよ。リュートレーナーにマイクをつけてもらっています。油断しちゃダメ、いいこと言ってますよ、はい、油断しちゃいけないと、あんなわけないってことになるんですよね。さあ第2ラウンドが始まりました。そうですか、ベテラントレーナーのリュウさんから見るとちょっと油断が見えたんでしょうか。青いトランクスが畠山、白いトランクスが挑戦者のユン。ブルーのトランクスにユンがね、追いついてますからね、それだけに怖いんですよね。私ほとんど手を出さないで、ほとんど打ってないですね。ここまでは守り一方ですね。これ畠山の動きを見てるとしたらちょっと嫌な感じです、うん、まあ、そうなんですね、動き力ね、これを計算してやってるとなるとね、怖いですね。強いパンチ出るかもしれないよ。具志堅さん、畠山から見てこの相手の動きはどうなんですか。そんなに怖くないと思いますね。怖くない、はい、だから余裕を持って動きをしてますね。左ダブル、だからこう自由に動いてますね。
油断したらダメだよ、相手はチャンピオンだよ。 おっとカメラマンのカメラに当たりました。ちょっと試合がストップ、ね、危ないですね。今心配されるのはチャンピオンはあのディフェンスね、はい、ガードがちょっと甘いかなって感じしますね、はい、その辺がやっぱりトレーナーが心配してるね、あの左がねだらっとね下がる時あるのね、ああいうのがちょっと怖いところなんですよ。幸いなことに両者に怪我はありませんでした。脇右脇立てなくて、それで中パンチが出るんだよ、まあ、いきなり。まあ挑戦者がね、はい、こんなわけないですからね。そうなんですよね、はい、右脇右のボディ、あ、龍我龍トレーナーからも右脇を打てという右で脇を打てという指示が出ています。右ショートフック入りました。今度は左だ。はあはあ、こういう接近をして打ち合いした時のね、ボディやってね、合わすパンチですね。あのユンのやっぱり右のね、はい、このパンチは怖いですね。まあ、不気味ですね。ちょっとね、なんていうかロボットみたいなリズムで踏み込んできますね。まあ、逆に言うとリズム感がないなという感じなんですが、ワンツー畠山のワンツー、そして足を使います。やっぱり相手にしてね、あれだけね前に来られると、ね、不気味ですよ。相手はお前チャンピオンだよ、何か狙うんだよ、お前油断したらダメだよ。皆さんに大きな男性の声が聞こえていると思いますが、畠山サイドの龍我龍トレーナーの声です。第2ラウンドが終わりました。今月の一押し商品は KO 氏でデビューしました。そして93年度の全日本新人王になりました畠山。そして日本チャンピオンを通り越して東洋太平洋のチャンピオンになって、これが3度目のタイトル防衛戦です。できないことをやってみる、はい、ちゃんとカバーはちゃんとやってお前こう軽くこうやっていきなり強いパンチ出るよ、わかんないんだよ。はい、で龍我龍トレーナーはかなり警戒をしてますね。さあ、これから東洋太平洋ジュニアライト級タイトルマッチは3ラウンド目。お、このラウンドはスピードがあるぞ畠山。ワンツー、畠山倒す気になってますね。これはこの回ね、引っ掛けるんでしょうかね。2ラウンドまでと動きが違う。ちょっと1ラウンド2ラウンドは相手のスピードのなさに合わせていたような感じもあったんですが、3ラウンド目キレのあるパンチを出しています畠山。左引く、アッパー引く。中挑戦者がね、なんかあれですね、あのよくあの猫がね、猫が停滞してるみたいなね、感じするんですよね。このカモフラージュですかね。この人本当に韓国チャンピオンかな。アッパー、もう一回アッパー入った。畠山チャンス効いたね、今の効いたでしょう。もう一回、右アッパーやってみ、左カバー上げて。ちょっと畠山を拍子抜けといった感じがあるかもしれませんが、右ボディやってる、ボディ、ボディ入った。さあ畠山何で倒すか、もう一回ボディだ、左あぐいせえねお前。まだ1分50秒あります。これはこの韓国チャンピオンのユンがよほど体調が悪いんでしょうか。左アッパーやれ。これは畠山いつでも倒せそうな雰囲気がありますが、よしやれ、よしアッパーの連打、聞いたね、ユンが鼻血を出した、聞いてる、まあ、鼻血も出してるしね、ええ、いい感じですね。このラウンドは KO ラウンドの可能性があります。アッパーだ、アッパーの連打、ちょっと腰が落ちました。ユン左ライトアッパー、左引く、右サイドから左引く、右アッパーを突き上げた。まだ挑戦者のパンチの、ね、威力はないですね。ないですね、はい、全くスピードがありません。これ演技にはちょっと見えないですけどね。ぜひライトアッパー、今日はライトアッパーをよく出します畠山。
フィリピンで3週間の打たれちゃダメだよ。合宿をやってまいりました。朝霞は左フック、左がフックと右アッパーの連打が今度はボディー、左がフックした左フック、アゴ引きながらやれよお前、アゴ引き、右から左、まだ気をつけてくれ、まだ20秒以上あります。第3ラウンドジュニアライト級の東洋タイトルマッチ12回戦です。あと10秒、右脇やってみ、右ジャブ出して右脇、第3ラウンドが終わりました。アゴ上がるんだよ、こう打つとき。ああ、ユー・ワリュートレーナーが畠山を引き締めるように、相手は韓国チャンピオンだから、何かあるんだよね。あんなわけないと、はい、こういうことを言ってるわけですよね。アゴ引いてやれよ。しかし、まあ、畠山からすると、何もないんじゃないかっていう心境にもなるでしょうね。いやいや、それはやっぱりね、注意はしてますよ。なんせ、このね、あの相手が弱くてね、彼チャンピオンでしょ、はい、韓国の。そうなんです ね。さあ、4ラウンド目が始まりました。3ラウンドでもうダウン寸前まで相手を追い詰めたこの畠山。福さんのユン選手っていうのね、デイ打たれそうね、効いてますな、ね、今のフックは効いたんですよ。しかしこれで、ね、あと何もないってのはおかしいです ね。ボディ攻め、まだ勝つの、アッパー、これ効いた効いた効いた、畠山チャンスだ、連打、畠山の連打、ストップ、試合終了、 TKO、 ウクリッド・サラサスレフリーが TKO を取りました。挑戦者不満そうです。なんだか畠山もこれでいいのかな俺という感じで苦笑いをしております。もうちょっとあればいいのに、もうちょっとあればいいのに。韓国からやってきた張曼氏、ジャッジもちょっとやや不満そうな表情を変えながらジャッジペーパーを渡しました。青コーナーサイドから不満の声が上がっております。今日のレフリーはウクリッド・サラサスさんですが、平井さん、この TKO の判断についてはどう思いですか。これはちょっとやっぱり納得できないですよね、挑戦者は他の学の国行ってやってもですね、ちょっとまだね、あれそれカウントを1回取ってですね、その後にまた連打されたらそういうこともあると思うんですけどね。具志堅さんの意見はいかがですか。これあのレフリーが判断するんですけど、今あのラスベガスでの試合はカウント数えなくてもすぐ止めるんですよね、はい、あのよく重量級のね試合はそうしてますけど、はい、まあ、今これ日本国内でやる場合は1回カウント取ってもいいかなという感じもしますけど、まあ、なんでね、はい、あの危険防止ってこともまず一つ ね、あれがありますからね、ほとんど、まあ、1回カウントしたかったですね、はいはい、それとあのレフリーがですね、詰められた場合は手が出なければストップするのもあるんですよ、はい、そうですね。さあ、それでは竹方直樹アナウンサーに畠山選手のインタビューをしてもらいましょう。それでは見事にノックアウトで勝利を飾りました畠山貴教選手にお話を伺います。ちょっと最初はチャレンジャー不気味な感じで迫ってきたんでどうなることかと思いましたけど、あれは何でしょうか。あれは何だろうと思います。まあ、かなりあのリュウさんのアドバイスによって警戒をしながら自分のペースで進めていきましたが、まあ、これは今日の間なんかね、うん、やっぱタフなのはタフでしたね、はい、かなりあの畠山さんのテクニックもそして総合力も見せていただけました、一応世界ランカーですからこれくらい見せないとこれくらいは最低でも、はい。さてこれで OPBF が3度防衛、そしてデビュー以来19連勝と着実に一つずつ畠山選手記録を伸ばしてます。そうですね、まあ、一つ一つこれからも、勝っていきたいと思います、はい、ただもうワンステップアップ大きなタイトルマッチへという願いがこの後楽園ホールのファンにも大きくあると思います、そうですね、世界やったときは必ず世界取るときですから、そのときまで楽しみに待ってください、はい、見事に3度目の防衛飾りました畠山貴教選手でした、という畠山選手でしたが、なんともチャンピオン自身も
インタビューに答えづらいなという雰囲気が会話見えたんですが、まあ、結果は畠山貴教選手がこの東洋太平洋の陣内卓球タイトルマッチ4